今日のねご飯お寿司だったんですよ。またもううんざりです。お寿司には、うそー、飽きちゃった。いや、もともと好きじゃないんですよ。みんなね、あの結構でもみんなも最近飽きてきてるって言ってます。もうお寿司はいらないです。よかった。結構何回もお寿司出るんですよ、この公園。結構あの頑張ってあのエビを集めてきたんですけど、エビ集めてたんですけど、今日はね味噌ラとしか交換してないです。お寿司は交換したね。そう、タコとエビはもうこれはいつものことなんで。そう、お寿司ね、いや、ありがとう。タコとエビを交換します、いつも。最近はでもまあお寿司は健康にいいんで、そこはグーです。ベージュみたいなやつと黒もあって、最近ベージュと水も迷ってるんだけど、いつもお寿司食べてるイメージ。味噌ラはもう一発目に入ってるから。そうなんですよ。なんかもう両で近重さんがあの9期生が一回喜んだやつをたくさんあの出してくださるで優しいんですけど、でもあの喜ぶのはいいんですけど、それがめっちゃ来るようになって、お寿司になりました。最強期のあのなんだろう、定番のご飯になりました。そっから気をつけます。いつもエビ気をつける。エビ募集まーちゃんクエストしてる。そうです。でも今日は味噌らしかいなかったんで味噌らだけ。まーちゃん逆に好きなお弁当、やっぱ、うん、私は別にそんなにあれなんですよ。そんな超走ってる今好きなお弁当とかなくて何でも食べれるんですけど、お寿司はもういいです、いらないです。ありがとう。メンバーの健康考えてて、そうかな、多分喜んでくれたお弁当だからだと思う。ミュウさんも昔言ってた気がする。そう、なんか評判が良かったお弁当をあの出してくださるんですよ。今週末はね、お話し会がなくて、なんか今回のお話し会すごい新鮮というか。